らっしゃいますね。ほら。ご時世なんですか。お願いします。お願いします。これは。あ、早速どうしたなるほど。レバーでもできるんですか。あ、レバーでもできます。レバーなんか今日この環境的に、あ、なるほど、なんかね、抜き差しをするとちょっと怪しい説があって。になるんですけど、はい、レイザーブレードアンテナでお届けされて、あ、これけど自分でもう作ったやつなんですか。あ、そうですね、天板だけ。このオフのいいところなんですけど、結構みんなねこうやってくれるんですよね。これ何のキャラですか。あ、VTuber で Twitch で活動してる方の、見たことない、 あれで、結構立川さんとかと仲がいいっていうか、その Apex なんて名前、マダアスモスさん。あー、あれ格ゲー人狼アムガスしたっけにも参加してたりとか。アスモス、あれスト5もやってます。スト5やってます。あー、あれ俺教えてた、教えたことあるような気がするんだ。すごい、結構違う。 あれ違うか、あれ違うな。じゃあちょっと対戦の方しながら、お願いします。はい、ちょ10分ぐらいで、あ、はい、はい、むしろなんか、知りたいこととかありましたら。あ、すいません、ちょっと今 PS4 の操作やっちゃいました。あ、はいはい、知りたいこと、ヒットボックスでだったんですけど、ヒットボックスの何でしたっけ、しゃがみガードしてるときにとっさに昇竜拳が出せなくて、昇竜対空ができなくて、なんかいい入力方法っていうのがないかな。いや、わかんねえっす。思ってて、すいません、かなり管轄外でしょ、ちょっと。あ、俺アスモさんレクチャーしてた。あ、そうっすよね、確かに。なんかそんな記憶あるなと思って。あ、ルシアの人、ルシアの人。あ、そうっすよね。あの倉持と同じチームだったんじゃないかな。あ、なんかあのレディースの、あ、そうですね、レディース大会の大会の時に、はい、うん、他ないですよ、なんかその昇竜以外の。うちらの声2人とも大丈夫ですか。ここのねマイクでなってて。あ、ルーク、え、なんかありますか、キャラは。キャラ、そうっすね、いや今特に困ってるキャラとか、あ、バーディーかコーディーですかね。あれバーディーだったら、もうバーディールークはめっちゃやったんで、これね多分ね俺結構言えますよ、アドバイスできる。そもそも基本何をすればいいのか分かんなかったりとか。あ、これ組み合わせですか。弾打ってもなんか意外と見てから抜けてくるし、一ゲージ持ってるともう弾抜きはめっちゃ簡単なんで、まあ、めっちゃ簡単っていうか、まあ、できるで。お願いします。お願いします。ラグはねそんなないんで、一応さっきやったけど、なんかちょっと処理打ちはしてるかもしれないですけど。あ、ちょっとステージ、あの取り前なんだ、俺。そうそう、スタン近くに押してる感じ。あ、今の下ですね。あ、下、確かに下でもいけますもんね。結構戦うとやられてる感じですか。やりにくい系みたいな。やりにくいっていうか、うん、いや今普通に実力下げる。いや俺これ超やったもん、打倒時堂。マーリーが相性いいんですか。多分ルーク有利だと思いますよ、うん、ね、技の振りがあってね、それは後で教えます。次はちょっと何を振った方がいいのかってあるんですけど、結構引き中1本で大丈夫です。引き中1本、そうなんです。立ち回りですか。立ち回りはめちゃくちゃ引き中打つ組み合わせなんですよね。そう、なんかね結構意外なのかもしれないんですけど、しゃがみこぱん
がやっぱすごく有効なんですよ、この組み合わせって。じゃあちょっと普通にあのなんだろうな、玉とか打ってもらっていいですか。玉に対してしゃがみこパンがこう出がかりにすごい勝ったりするんですよね。玉が結構こう打てないからどん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 寄られちゃうんですよ、ね、そうそう。で中攻撃打つと中盤で差し返すの結構いける。で地上がいける、あと大パンもきついんですけど、ただしゃがみこパンに対して引き中盤が超相性いいんですよ。で引き中盤をめっちゃ一人ばらまく。でこの後って、技が唯一つながるのが EX だけなんですよ。で引き中盤 EX 溜まって打つんですよ、うん、あそんな感じ、そんな感じ。そうするとね、当たってこれ当たるんで、で V スキル打つ、うん、あで V スキル、 V スキルとか打つとあのよくて、でこの後に V スキル打ったら引き中盤あの中突進打つんですよね。中突進こうですか。あそうですね、あの V スキル打った、 V スキル打った後にでタッチ中盤で、そうするとコンボになってますよ。でこれなんで、引き中がものすごく有効ですね。大パンとかでも結構勝つし、でまずしゃがみコパンに対して引き中をまず打つっていうのが大事で、そうすると球が打ちやすくて、ただねやっぱり大パンとかがやっぱ相当こう勝ったりするんですよね。でこれは差し返したい、立ち大パンチ、うん、多分結構いけますよ慣れたら。そうですね、カリンの時は結構、あ昔カリン使ったんですけど、うん、その時は結構あそうだ、ね、やりやすかったんですけど、うん、まああの結構難しいところがカリンって絶対やんないといけないじゃんっていう。あそうそう、ルークって別に正直ダイパーそんなスカ格狙わなくても立ち回れるよねってあるんですけど、うん、ただやっぱそうですね、それができるとかなり変わるかなっていう。ただやっぱね引き中パンでトリガー中もやっぱ強くて、トリガー中も引き中 EX ドンドンが当たるんで、なんかゲージは基本的には引き中パンに回すのは俺はあのいいかなとは思ってますね、この組み合わせは、はい、うん、それができるだけでね結構ね、あこの組み合わせ知ってるなっていうのが、うん、分かるかな。本当にね、なんかねそれ以外の技はね結構怪しいんですよね。なんか超コパンとかに負けんすよね。そうっすね、うん、何やってもだからね、パッとはねやっぱねこうバーディーが有利なんだけど、やっぱ、うん、引き中とか使っていくとやっぱルークもかなりいけるんじゃないのかなとは私は思ってますね、うん、なんだろうな、うん、だから、うん、そうそう引き中 EX ですね。あと何かな、で、まあ、あの、まあ、EX ホーンとかもあるんですけど、うん、まあ、それとかにも、うん、まあ、無視かな。EX ホーンってどっちでしたっけ、うん、EX ホーンはこの弾抜け、弾抜けの、うん、でゲージが1本あるとすごく弾抜けが強いんですよ、うん、なんで1ラウンド目とかは下がって弾結構打つのありですね、うん、でやっぱね2ラウンド目以降 EX ホーンがあるから結構弾打てなくなるんですよ。でそうするとねやっぱどん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 押されちゃうんで、うん、なんかねそうやっぱ序盤にね結構ね弾を打つのが大事ですね。でなんかね消極的な動きするとガードしてもらっていいですか。結構こうゲージが超増えちゃうんですよ。でこうやってゲージが増えるとそのなんだろうな、どんどんバーディーのあれになっちゃうんで、やっぱ離れて球を打つっていうのは割と大事なのかなと思いますね。あの技をガードとかヒットさえしなければやっぱゲージって増えないの で極論 EX ホーン打たれてもいいんですよ。例えばこう遠くでちょっと球打ってもらっていいですか。遠くはい今球打ってでこれとか食らったとしても別になんかそのこんだけしか言ってないんですよ。こんだけっていうかその結果的に EX ホーンを警戒して技をガードしまくると EX ホーンがいっぱい打てたりとか CA 打てたりするんでやばいんですけど、その気にしないで結構球打ってあげたりするっていうのは割と攻略としてありかなと思いますね、うん、まあけどね本当に引き中をね打ちまくるあの組み合わせだと思います。あと V スキルもあの立ち回りで全然打っていいですね。あのトーナメント結構難しいんでもう、あ、そう、打って大丈夫です、ね、開幕のちょっと離れてくる離れたところで全然打ってもいいですね。そので、そしたら引き中で、そうでこれね、遠いすぎると届かないんで、そのなんか、割と近いところとか、そう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 、でこれでもう、だいぶ火力は出るのかなっていう、それは一応バーディー戦ですね。まああのまあ、俺と時戸の試合とかもあったと思うんですけど、まともに2人とも倒せないんでタイムアップになります。50%です。なのでただやっぱ気持ちちょっと触りやすい
ルークの方がいけるのかなみたいな。あと体力リードした時にあのルークの方がやっぱちょっと受けやすい。ルークはねやっぱステップが見えないんで突進してくるとやっぱすごい強いんで、うん、あと画面端の投げとかも強いから結構使っていいんじゃないかなと思います。まあ、そういう感じで。ありがとうございました。またお願いします。そういうのがいい感じ聞こえる。ありがとうございます。またあ、これあの自己嫌ボタンがちょっと。ありがとうございます。一応あの参加した方に皆さんに、はい、なんかあれ、あ、パツか、はい、じゃあなんかちょっと質問とかと組み合わせとか、はい、そうですね、やっぱリーチの長いキャラ、自分ルーク使ってるんですけれども、ー、はい、リーチの長いキャラに対して あんまり安定しなくて、まあ、その、そうですね、ダルシムとか、ダルシムとかポイズンとか、はい、じゃあダルシム、どっちがいいですか。いや、ポイズンでお願いします。あ、はい、まあ、ポイズン、確かに知識あるね。ポイズン、多分ね、ダルシムとポイズンはね、またね、ちょっとね、質が違うかなと一応思うんですけど、はい、ダルシムの方が多分本当に寄りにくい、はい、あの寄るのに時間かかるんじゃないかなっていう。ポイズンは多分ちょっと寄り安いかな、気持ちとは思いますね。じゃあちょっと1セット対戦しましょう。はい、します。これスキルってどっちの方がいいんですか。ポイズンに対してはどっちでもいいと思う、はい、個人的には2の方が嵐だよなと思う、はい、2の方がいいのかなって思うんだけど、これ本当に難しいと思いますね、はい、やっぱスタンサーした時とかで、まあ、別に1の方がやっぱ強いし、はい、うん、自分はちょっと普段2でやってて、うん、はい、ちょっと2でなんかね、結構難しいところで、はい、2の置き攻めって強いじゃないですか、はい、けど置き攻めってもう強いんですよ、はい、で強いものに強いものを重ねるって、はい、そのどうなのって話ですよ。あ、なるほど。その大切なのってもう強いものってのはもうそれは良くて、その幅がある方が結構偉いんですよね、はい、例えば、V スキル1ってまずスタンサーした時の火力が伸びるのと、はい、あと立ち回りで使えるっていうのがあるんで、そのなんか全然なんだろう、そのサプレッサーとは違う要素なんですよね、はい、うん、だから2でも2の方が多分簡単だと思う、はい、うん、なんでどっちでもいいと思いますけど、ちょっと1、いや、うん、じゃあどうしようかな、2の方が、はい、要するに分かりやすい強さなんですよ、はい、1は多分本当に全体的に見て、そのこっちからするとちょっと嫌だなみたいな、あ、これ V スキル来るかもしれないから前言った方がいいのかなとかいろいろ考えながらあるんで、はい、うん、お願いします。お願いします。じゃあ対戦しながら、はい、まあ、本当に人によってあのなんかどっちも選んでくるんで、はい、時々は1だったけど2の人も多いですよね。そうですね、山とかジャジーさんとか、あそこら辺は2ですね。お願いします。お願いします。弾がね、こうね、出かかりをね、結構殴れる。ルークの前何使った？ルークの前ゴーキ使ってて、はい、ちょっと厳しくてあ、ミスった、うん、あ、なるほど。これね、結構ね、はい、なんかね、釣りみたいな感じなんですよね。
やそうだね、はい、ね誰じゃ、なんだろうな、さっき遠距離キャラ、遠距離が強いキャラに対して嫌だっていう言い方したじゃないですか、はい、これね、なんか結構難しいところがあって、ソファイブって、はい、なんかね、カテゴリーで分けると結構ね、良くないんですよ、はい、そのダルシムとかポイズンとかメナトとか、その遠距離キャラっていうくくり方して攻略をしようってやると、あの結構なんだろう、こうドツボにはまりやすくて、はい、結構各キャラによって対策って全然違うっていうような認識をまず持つのが大事です、はい、で、じゃあポイズン戦やってみましょうかっていうのがあります、はい、ではちょっといいですか、はい、あの弾すごい打ったじゃないですか、はい、あれはね結構ありなんですよ、はい、弾じゃあ連打してもらっていいですか、はい、出掛かりこうやって負けちゃうんですよね、はい、でこれがやっぱりその弾を打つ時のリスクですよね、はい、弾の出掛かりをしゃがみダイパンとかにやられちゃうって、だから大事なのはしゃがみダイパンをめっちゃ打たせなくすることが大事なんですよね、はい、でやるのがやっぱりしゃがみガードですよね、はい、でしゃがみだガードしゃがみ台形結構入るんで、ちょっといや余裕余裕余裕入るな、いやもっともっと入るな、あしゃがんでる、はい、入るんじゃない、入んないかな、うん、こういうとこ入るんですよ、そうなんで歩きながらもっとね、はい、こういう動きをねした方がいいんですよね、はい、例えばここは入らないじゃないですか、はい、あの今の動きされるともうダメですよね、はい、入っちゃうんで、はい、でこういうところから、あそうですね、あこれ入る、はい、これをやられるとあのしゃがみダイパン超打てなくなるんですよね、はい、でさっき対戦してる時って、はい、なんかね前歩きがちょっと長すぎて、はい、なんかねボコボコ食らったんですよね、前に歩くイコールヒットみたいになってたんですよ、はい、そうだからしゃがみダイパンが超機能しちゃってて、はい、でそれで何が起きるかって言ったら球が機能しなくなるんですよ、そっちの、だってここで俺気持ちよくしゃがみダイパン触れちゃってるから、はい、これ今のとこ入るんじゃないかな、多分今のとこ入ります、うん、入る、うん、まずはねこれをねとがめると球が打ちやすいですよっていう風になりますね、はい、あとはね、まあ、対ポイズンなんですけど、はい、ガードしてから寄るっていうやり方が結構ありですね、例えばこう端でこういうのをガードしたら前ステップで寄るみたいなのが結構ありなんですけど、ただちょっとねルークねステップが見づらいんだけど遅いんですよね、17フレで遅くて、ちょっとね、それやりすぎて危なくて、じゃステップしてもらっていいですか、はい、ガードした後にこれ当たっちゃうんですよ、そうですね、さっきもこれ食らっちゃって1回、そうなんですよ、はい、実はこれが食らっちゃうんで、その本当の先端じゃないとこれはね、大丈夫ですから、はい、なるほど、うん、これ大丈夫みたいな、これはね、そう、覚えておくといいですね、だからポイズンに中途半端なこういう距離だと結構寄りにくいんですよ、逆にリスクがあるから、はい、しゃがみダイパンも、しゃがみダイパンは結構寄りやすい、これが届かなきゃいい、あ、ステップ、ステップして、はい、そう、おお、これ届いてる、そう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 、はい、ね、今のですね、でこれは、あ、そう、はい、これが届かない距離だったらステップしておくて、はい、でね、ガードで近寄るっていうのをやるとこっちからするとすごく嫌だなと思いますね、はい、うん、なんでしゃがんでガードして、あのダルシム戦も実はそうなんですけど、はい、中継とガードした後に寄ってガードするんですよ、はい、じゃあしゃがみダイパン、しゃがみダイパンって打つんで、はい、歩きガードしてもらっていいですか、はい、もっと歩ける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 、ね、あ、そう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 、ほら、おこれやっぱ超大事なんですよ、もう何もないところから歩くとこれバッチって食らっちゃうんですけど、はい、しゃがみダイパンガードした後ってルーク有利じゃないですか、はい、ってことは結構前にレバー倒すことができるんですよね、おこれ蹴れた、これ蹴れるんですよね、はい、これがやられるとそのすごく嫌なんですよね、しゃがみダイパン、今こう立ち回りから歩いたからしゃがみダイパン食らったじゃないですか、はい、じゃなくてもう射程内入ったら結構しゃがんで待っちゃうんですよ、あ、なるほど、でそうすると無駄な避難がなくなる、それ、はい、聞きたくて、結構その相手に寄るために歩きガードとかするんですけど、うん、自分そのこういう長い攻撃バコバコ食らっちゃって、あ、だから、はい、起点をそのなんだろう、何もないところから歩きガードじゃなくて、はい、ガード歩きガードってした方がいいんですよ、はい、そうすると分かりやすいですよね、はい、でその大体遠距離攻撃ってあのこっちが有利、こっちが有利というかそのなんだ、ガードした方が有利だから、はい、でその分こう歩く、ダルシムとかも中継中継とか中盤中盤に対して歩きガードで何歩ぐらい歩けるのかっていうのをちょっとトレモでやってみると寄り方が変わる、はい、ダルシム戦とか思ったより寄れるから、はい、なんか一生こうガードさ、させられるような印象あるじゃないですか、そうですね、全然寄れる、もうガードで寄れるんで、それやれると
いいんじゃないかなと思う、はい、ちょっとやってみてください。ありがとうございます、はい、頑張ってください、はい、長野行きたかった。あ、そう、これあのボタンをちょっと参加した方に皆さんに上限ボタン、はい、ありがとうございます。またお願いします。よいしょ、お願いします。お願いします。よいしょ、これでいい。あ、こっちか。こっち PC 版だ。普段 PC 版ではない。普段 PC 版なんですけど、うん、こっち PS でやってたから。あー、そっかそっか。じゃあなんか何の組み合わせをとか、あと知りたいこととかありましたら。今はゼクーに困ってるんですけど。ゼクーに困ってる。なるほど。まあ、ゼクーとかもそうなんですけど、うん、なんかキャラ対策のなんか仕方っていうか教えてほしくって、うん、あ、なるほど。なんか確定調べるとか分かるんですよ、うん、あとなんかサクラはあの4フレの確定が長い、あ、取りやすいから台形振らないとか、そういうのはあんま分かるんですけど、うん、なんか他の部分のちょっとね、ゼクちょっと触れないんで、はい、あの対戦じゃなくて教えるっていう感じでいいですか。はい、あ、全然大丈夫です。で、なんだろう、キャラ対で結構大事なのって、はい、自分が何の攻撃を食らってるのかっていうのをやるといいですね、うん、なるほど。それがね、自分の中で認識してると分かりやすくて、はい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 、実はなんか弾とかすごく嫌だなって思ったりするじゃないですか。実際弾じゃなくて違う攻撃いっぱい食らったりするんですよ。あ、弾に動かされて結果的にしゃがみ中継いっぱい食らってましたみたいなのが結構あって、なるほどなるほど。その印象と、うん、実際に食らってるダメージって結構ね、はいはいはい、差があるのが多いんですよね。なるほどなるほど。で、まずその自分がどの攻撃を食らって、はい、よく食らってるのかって理解すると、はい、その技をこう対策すれば良くなるんで、うん、なるほどなるほどなるほど。で、まあ、ゼクーでよくあるのが、はいはいはい、まあ、多分こういう技、しゃがみ中パンとか、うん、だから立ち台パンに全てを破壊される感じが。そう、立ち台パンはめっちゃ差し返しやす、差し返したい。あー、なるほど、うん、差し返しか。これはね、あの差し返しで多分できると思うんですよ。で、台パン打った時だけ、はい、あ、じゃあちょっと まず大事なのは、はい、何の技がいいのか調べてみましょう、はいはい、ね、痛い、はい、あとね、結構大事なのが、はい、痛いので返した方がいいです。あー、なるほど、まあ、単価。そうなんですよ。あ、しゃがみ中はいけんじゃない。しゃがみ中こうなるんだよ、だから、こうか、それいける。あー、それ結構いいかもしれないです。なるほど。じゃあいろんな技をやるんで、ダイパンの時だけ打ってもらっていいですか、はいはい、であと差し返しの仕方で結構大事なのは、はい、例えばしゃがみ状態の技だったらしゃがんどく、はい、立ち状態の時は立ってる、はい、っていうのが差し返し簡単です。あ、なるほど。立ち状態からしゃがみ中継ってやると思ったより遅くなってると思った方がいいです、はい、あー、なるほど。その中ね、まあ、そう、しゃがみっていうのが実はね、うん、すごく時間かかるんで、気持ち一フレで押してても、もう全然もうもっと遅い。なるほどなるほど、うん、だからなんかその、はい、よくあるのがしゃがみコパンが3フレで立ちコパンが4フレだとするじゃないですか。はい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 、はい、ステップ見たら3フレ押した方がいいと思うじゃないですか。もちろんもちろん。けど立ち状態がしゃがみコパン押すとめっちゃ遅いんで。あー、なるほど。基本的には立ってるんだったら立った技、はいはいはい、しゃがんでるならしゃがんでる技で打った方がいいです。なるほど、ありがとうございます。じゃあはい、これ北付けはダイブ、はい、しゃがみ中継、はい、なんか様子がおかしいぞ。そしたらそう短いんですよね。あ、差し返しが弱いんだ。そうね、なんか残儀の大パンに、うん、その痛いコンボ入れたいですよねっていう話って、うん、なんか通説としてあるじゃないですか。まあ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 、だから、あ、じゃあ大パン何やろうっつって、中足無理だから立ち中パンとかやっても何もないし、うん、ワンツースリーとかも届かないですか。ワンツースリーもね、多分あのしゃがみ中継ワンツースリー。あ、なるほど、こうか。立ち台パンってどんなんだ。立ち台パンはコンボじゃないもんね。コンボじゃないんですね。しゃがみ台パンは対空だもんね。多分さすがにちょっとそれ難しすぎるな。難しすぎですね、8、うん、しゃがみ中パンワンツースリーはどうですか。一応見たからな、はい、お、
ここだけでやっぱあれですね。そうだから、あ、置き技に弱いんですね。そう置き技に弱くて、うん、なんかだから置かせないように立ち台系とか振ったり、うん、台パンとかちょっと見た目で振ったりとかは上手い人はしてるんですけど、それかもうフリッカーでごまかすか。じゃあ全空が嫌な理由とか分かりますね。要するにこうこういう単価でバンバン押されてるラシードの立ち台パンとか、そう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 、ああいうのがやっぱちょっと嫌だっていうキャラクター特性があるんだ。で、あ、俺知らなかった。なんか相手のシミの台パンとかあって、うん、そこに遅らせコパンしちゃって、うん、もうバンバンバンバーってやられたりとか、うん、まあなんかね、その食らうこと自体は別にいいんですよ、はい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 、だってじゃんけんだから、まあ、結構食らっちゃうから、はい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 、大事なのはじゃんけんで勝った時にちゃんとダメージを出せるかどうかっていうのが大事なんで、はいはい、あ、じゃあもう一回です、はい、しゃがみ台形とかの方がいいのかもしれないですね、もしかしたら台形ね、多分多分いけると思う。あ、いいっすね。あのね、結構差し返しで大事なのって、はい、絶対押すことなんですよ、はいはいはい、ここでもしゃがみ台形を押せることがその大事なんですよ、差し返しって。おっ、なんかメインキャラにしてるキャラをなんかディスりたくないなと思ったけど弱いっすよ、ね、そう、そうなんですよ、これだからこのキャラ何が一番悲しいって、うん、なんかカリンとかダイヤし長いキャラいるじゃないですか、うん、たまにね、先端当て台形、先端当て台形とかしてくるんですよ。あ、なるほどね。なんか確定取れんだろうって言われて。なるほどなるほど。じゃあ何だろう。で、なんかじゃあ頑張ってしゃがみ中パン打って。あ、しゃがみ中系 EX アッパーとかになるのか。あ、多分そんぐらいか。あ、多分それだったら多分つながるとかなんだよ。しゃがみ中パンの方がやりやすいかもしれないですよね、今見てる感じ。うん、あ、けどもうそれは結構当たってるっぽいな。うわぁ、EX にしてもらっていいですか。はい、わかりました。あ、じゃあちょっと倒してもらって。はい、あ、 EX だったらいけるのかな。ここら辺はね、結構ね、はい、ファルケとかもね、そういうの EX 使ったりするんで。あ、そうかそうか、うん、あ、ダメですね。じゃあもう単純に差し返すときにちゃんとめり込ませた方がいいってことですね、はい、なるほど。でも難易度めっちゃ上がります。なんか、あ、ちょっと歩いてフリッカーとかになるんですよね。うん、そうだね。まあ、あとやっぱそもそもクラッカーを狙っちゃう。じゃあこれに対して相性がいい技を打つ方がいいですね。なるほど。シャガ、そう、結構ね、立ち台系強いよね、うん、これ先端当てしたら確定ないから、うん、っていうので、そう、多分なんかね、おそらくそんなに丁寧にやるキャラじゃないのかもしれない、はい、あ、なんか見てる感じそんな気はするんですよね。なんか他の上手い人のやってる感じだと、なんか前歩いてちゃんと技振ってフリッカーフリッカーみたいな。もちろん自分からもっと起点を作るようなキャラな気がする。多分丁寧にやった時に、はい、他のキャラの方が良くないって思っちゃうような気がしますね。もっと自分でこう台形とかその技を振ったりとか球とか打ったりとかしてこう動かした方がいいのかもしれないですね。なんか明確な、なんか今こう今ちょっと調べたじゃないですか、はい、で調べた感じちょっとやっぱ、うん、そこの部分あんま強くなさそうだなと今感じたんで、うん、それがね、やっぱ強キャラと弱キャラの部分ですよね。手札の多さ少なさが、あ、けどやっぱちょっと意外でしたね、こんな。そう、これがね、うん、なんか確定ある技で確定だと思って振った次の必殺技使ってフルコン入れられるがバチバチある。だから多分差し返しするときはその場っていうよりはやっぱ踏み込んで技を振るっていうようなのを意識した方がいいんで、結構多分攻めっていうかレバーを前に倒すっていうのは大事そう。なるほど。ただなんかね、それって難易度が単純に高いんで、ちょっとなんか納得もちょっと言えないですけど、うん、まあ、そうやってやれるといいのかなと思います、ね。うん、あ、けどなんか苦手キャラのなんかその特性はなんか理解できました、うん、はい、
だからもっとちょっと押し付けてみて、はい、うん、その今そのなんだろうな、単純なこう本当は差し返しとかもっとこう、うん、できるんで、なるほど、このゲームってやった方がいいんですけど、はい、それよりはもっとこう自分で押し付けるのを覚えるといいかもしれないですね、技でしょうね。まあ今日はじゃあこんな感じで、すいません、ありがとうございます。ですどうでしょうか。あ、すいません、これもうありがとうございます。全部ボタンを、よいしょ、ありがとうございました。あれです、ちょっとあのレバーでも大丈夫ですか。あ、全然大丈夫ですよ。いえいえ、これはどんなヒットボックス。あ、これアフガンさんこんじゃないですか。あ、そうそうそう、じゃあちょっと見せてもらっていいですか。いいですか、宣伝も、うん、これそうですね、これアフガンさんが作ってる、これね、見てね、こうこの多分こんな透明なやつだと、このなんか箱が結構特徴的ですよね。アフガンさんとね、これアフガンさんです。材質も選べてもらって、ボタンもなんかこうサイトに行ってどの板がいいですかみたいな感じで選ばせてくれるんですね。一緒に見てみたいな感じで、そうそうそう、確かに選んでねみたいな、うん、でなんか希望があったらボタンも、ボタンけどなんか普通のボタン、あ、これゲーマーフィンガーのやつなんですよ。あ、これゲーマーフィンガーでこんなのあった、あ、静音の、あ、そうそうそう、あんまバチバチやってうるさいとな、静音にしてもらったんです。ある上で、ただまあ今日はちょっとあのレバー、はい、久しぶりのレバーで、はい、じゃあまあ、はいはい、どういう、ですね、僕ゴーキ使ってるんですけど、まあ、最近ちょっとラウンジとかいろんな人とやって、はい、なんか攻めが怖くないというか、攻めが怖くない、あ、圧が、あ、豪気の圧がない、うん、なんか攻めが、まあ、端的に言うと攻めが下手だな、うん、まあ、守りが上手いわけではないですけど、うん、あんまりなんか崩しがお上手じゃないというか、うん、まあ、みんなどうやって崩しとかそういうこと考えてるのかな、僕なんかもう、うん、殴るか投げるかぐらいなことしかあんま考えてない、うん、まあ、ちょっとやってみましょうか、1セット、あ、OK です、はい、なんかやりたいキャラとかありますか。まあ、特にはこっちのなんかその豪気の苦手なキャラとか、みんな、割とみんな苦手というかそんな得意なのもないって感じで、うん、どうかね、あ、受け、でダルシムとか使おうか、まあ、あんま使えないですけどダルシム、まあけど、ね、要するに攻め、もっと攻めを通したいってことですよね。そうですね、攻めってのは立ち前の攻めですか、それとも置き攻めですか。置き攻め、まあどっちもなんですけど、まあ僕が今先に覚えたいのは置き攻めの方ですね。あ、なるほど、置き攻めは結構このゲーム、まあ、正直投げとシミの2択のゲームです、うん、基本は、はい、それをちゃんと徹底できるかどうか、なんか割と打撃とか打ちたくなるんですけど、はい、あんまりね、実は打撃傘ね、そんな強くないです、うんうん、なるほど、まあ、画面端とかはね、結構強かったりするんですけど、あんま当たんないですよね、打撃、うんうん、でちょっと対戦1セット目やってみましょう、はい、今その置き攻めなんだ、あ普通に発動しないで、発動はめっちゃしにくくなりましたからね、動きは。いいっすね、ここで V リバー履けるのはだいぶ、うん、そうっすね、立ち回りに関してはじゃあ今日はまあいいと思います。特にダルシムとかまたちょっと特殊なんで、はい、じゃあ起き上がりと攻防なんですけど、はい、強い置き攻めの状況と、はい、そうじゃない状況みたいなのの理解の話をするといいかもしれないですね。ちょっと画面端行くんで、はい、あ、じゃあ先に置き攻めしますね俺が、はい、あじゃあダウン取って浮き身取んないでもらっていいですか、はい、はい、この状態と、はい、この状態は、はいはい、今後者の方が強いです。密着じゃない方がいいんですか。そう、なんか最初、はい、
なんかね、結構こう密着の方が強いと思う人多いと思うんですよね。その理由としては、技を重ねた後にもう一回投げができるとか、はい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 、その中攻撃打った後に投げれるしゃがみ中パン投げとかできるじゃないですか、はいはい、だからまあ密着の方が強いと思われるかもしれないんですけど、実はね密着そんな強くないですね、まあ、ダルシムとかなるとちょっとゲイルとかあるんでちょっとまた読み合い変わるんだけど、はい、基本的には密着が良くない理由としては、はい、投げ抜け安定だから密着は、ほう、そう投げ抜けをするっていうのが絶対安定なんですよ、うん、まず後ろを投げ抜きしてもらっていいですか、はい、こう投げ食らっちゃうんですよ、うんうんうん、だから、じゃあ、打撃重ねますね俺、はい、あ、じゃあ、何もしない、グラップでお願いします、うん、普通のいつもやってるグラップ、あ、はいはい、グラップでやってもらえます、あ、ガードして、あ、ごめんなさい、で、そう今みたいな投げ抜きするじゃないですか、はいはいはい、要するに絶対投げ打っていいんですよ、うんうん、であとはそのまず重ねてくる投げに対しては、ガードになるじゃないですかグラップって、はい、でグラップをした時は後ろに下がれたりするんですよ投げ下がれるとするじゃないですか、はいはい、なんだけど最速で投げ打った時に後ろに下がれなかったり後ろに下がれないってあるじゃないですか、はいはい、ってことは、相手が後ろにレバーを下がる入れるんだったら最速で投げ打っていいんですよ、うんうん、で、相手が打撃を重ねるならグラップしていいんですよ、うん、でもし相手が遅らせ打撃してくるんだったら、はい、最速で投げ打てばいいんですよ、うん、吸いちゃうってことですか、そうだから投げを絶対に押していいんですよタイミングが違うだけで、うんうん、相手が重ねてくるならグラップで、はい、重ねてこないなら最速で投げ打つっていうやり方するだけで、その特にこの画面端って後ろ投げ食らうとやばすぎるじゃないですか、そうですね、そうだから基本的に後ろ投げ食らいたくないから普通の重ねになっちゃうんですよ、はい、うん、はい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 、だって後ろ投げ食らいたくないじゃないですか、そうです、だって ここから投げを避けようと思って後ろレバー入れると投げ食らうし、はい、じゃあこいつ投げ抜けグラップするなと思って、じゃあ遅らせ打撃しようと思った時に気分で相手が最速でポイって投げたら画面端連れてかれるじゃないですか、はい、ってことは投げ食らいたくないから基本的にはやっぱ打撃重ねるんですよ、はいはい、だからもう置き攻めとして強くないんですよ、けどこの局面は違うんですよね、はい、これはちょっと投げ打ってもらっていいですか、はい、投げスカるんですよ、はい、投げスカもやってます、はい、でこういうコンボ食らうんですよね、でこの世界は投げをやっぱ押さないんですよね、投げを押す理由は投げが来た時に押すんですよ、投げが来た時に押す、そうだってこれは投げを来た時に投げ抜きをするために押すじゃないですか、はいはいはい、まあ そうです、ね、そうなんですよ、でそれ以外はスカされちゃうじゃないですか、はい、でリスクがあるんですよ、でさっきのド密着と状況が違うんですよ、ド密着はだとその遅らせ打撃とか投げを避けようと思って後ろに下がるとか、はい、そういうのに対して勝てるっていうのがあるんですよね、はい、だから投げがすごく強くなっちゃう、あと近いところだと無敵技とか持ってるキャラとかいると、はい、やっぱりこう昇竜拳怖いじゃないですか、うんうん、けどやっぱ後ろ投げされちゃうから、はい、その遅らそう下がれないとかあるんですよ、はあはあはあ、なんで基本的にはド密着じゃない方がいいです、はい、常に、ただこれねちょっとね相手にその無敵があるがないかでまたちょっと変わっちゃうんですけど、はい、基本的に置き攻めするときはこう、ま、ちょっとだけやりましょう、はい、あのねなんかねそのイメージの置き攻めで言うと、はいはい、相手が起き上がりました、はい、でも疲るんですけどここで、はい、こういうような置き攻めで、はい、こうやりが強いんですよ、リアルキーってことですか、そう置き攻めするときは、はい、こうやって置き攻めするみたいな、うん、で相手の起き上がりにこう下がるようにやって、はい、こうやるのもすごいですよね、よくある置き攻めで、はい、こういう感じの、あ、いやこれ、はいはい、要するに先端で投げた方が強いよって感じです、うんうんうん、投げ前ギリギリの方が強いですねこのゲームは基本的に、だからねそうこれね、結構なんかね、ランクマとかやってると、はい、打撃された方が強いのかもしれないですけど、うんうんうん、基本的には、はい、ね、打撃重ねは強くないですね、うん、打撃重ねが強くないっていうか、はい、ド密着が強くないと思った方がいいです、
まあ、ゴーキはやっぱこれがあるんでまたちょっと実は読み上げが変わるんですけど、はい、あれねやっぱね打つのないと思いますよ。そのだって市民が狙える世界があるのに、うん、わざわざ自分から不利を背負う選択肢を取る必要がないで、そうですね、市民で投げ勝った方が絶対いいじゃんっていうなるんですよね。だから市民で投げを狩るとやっぱちょっと難しくなっちゃったりするんですよね、うん、要するに投げスクを見てからボタンを押した方がいいとかあるんで、はい、まあ、ちょっと難しくなるんですけど、はい、まあ、やれるといいのかなと思いますね、うん、それだけでねだいぶねそれができると置き攻めの質は超変わると思います。いやもう基本的にもう靴チューピーしかほぼ重ねてなかった。あれ崩せてないんでですよね。なんか崩しって何なんだろうなって、うん、なんかそのただプランにとってこの後僕は何をするんだろう。しかもねやっぱね相手に結構いろんな選択肢与えちゃってるんですよね、はいはい、シフトとかあったりとか、はいはい、そのなんだろう、無敵技があったりとかするんで、はい、だったらもう直で投げと趣味の二択した方が基本的な強いです、うんうんうん、元気です。結構ね強いプレイヤーはねそれ徹底してる人が多いですね。密着じゃない方は強い。そう置き攻めはだからなんか例えばコンボやります、ステップします、はい、ド密着ですって置き攻めは実はあんま強くないです。ステップします、あのコンボします、ステップします、はい、投げは後ろ下がりで避けれますっていう置き攻めの方は質が高いです。そうそこら辺のねそこを覚えると変わるかもしれないです。OK です。はい、秘密頑張ってください。ただあの、うん、投げはキャラによってリーチが違うん で、 そ、 うで、ね、そこもね結構覚えるポイントです、ね。はい、頑張っていただきます。分かりました。はい、ありがとうございます。デカキャラは避けれないとか結構あったりするので。はい。じゃあもう OK ですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これもこの今日はあのプレゼント。あ、すみません。上限ボタン。いただきます。はい、ありがとうございます。はい、今日は王でございます。このレバーを使ってもらうという、はい、感じで。お、なんかすごい、はい、いろんなサインが。ああ、その人見せてもらって、この方も集めて、いろんな方、お、すごい。何を不動産にもいただいたりして、流星か。そうです、流星さん。時戸、これどこで？いろんなところで、あの、なんか、あのレッドブルのボンちゃんのイベントとか、アキキ、FMアキキいるじゃん。そう、アキキさんいると思って。スマック？違うか。あ、違う、シュートさん。あ、シュートか。どこの？マチャボーさん。あ、マチャボーなんですか。ボンちゃん。ボンちゃん、確かにですね。あ、もっといろいろもらいたいなって。人気の入ってる。そうです、もう変えられないなと思って。うん、確かに結構ね、サイン入り。そうですね。うん、じゃあ、ちょっとよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあどんなあの、はい、キャラを、どうしようかな。キャラは何か悩みから先に、あ、全然もう、ランクマッチやってて、うん、そのウループラに来てて、はいはいはい、でそのダイヤに勝つとめっちゃポイントがもらえて、うん、その下に負けるのがめっちゃ減る、はい、うん、負けないようにするってあるのかなと思って。あ、格下に負けないようにするって。あ、そうです、はい、基本的にはないと思いますよ。あ、やっぱり、はい、ポイントって結構難しくて、はい、やっぱり強くなったらポイント増えると思うので、やっぱりその大事なのは強くなることだと思いますよね。まあ、それこそ本当にポイント増やすなら、はい、まあ、得意なキャラ以外ブラックリストに入れちゃうとかやると、まあ、確かにあのかなと思うんですけど、確かに、まあ、そういうものを抜かすのなら、ね、はい、まあ、基本は強くなっていけば、そうそうです、ね、ポイントは、あの、じゃあなんで強い人と弱い人がいるのかっていうと、はい、弱い人、ポイントが上がらない人っていうのは基本的には対応力が低いです。あ、なるほどなるほど。で、相手のその幅を、はい、判断すると安定感があるんですよ。例えばブロンズの人とか対戦して、はい、この人対空できないからジャンプしようねって分かるじゃないですか、はい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 、それが、例えばそのプロの中でも、はい、こいつこれ通るなって分かったりするんですよ、はいはいはい、それがすごい分かりにくいだけであって、あ、 なるほど。なのでやっぱりその相手より大きく包み込むっていうようなのがあると勝てますよね。なるほどですね、うん、選択肢というか、そう、あ、だから相手が、あ、こいつこの幅だなと思った時に、はいはい、あ、じゃあそれはこれで全部終わるよっていうのがやっぱ安定感につながると思うので、ちょっと対戦します。はい、あ、じゃあお願いします。タロウ剣、はい、じゃあ俺は何キャラ使うの。どうしようかな。あ、どうしよう。ごめんなさい、なんかあんまりキャラを考えてなかったな。竜とか竜で、竜で、はい、じゃあ対戦してみて、わかりました。ちょっとなんかこう、はい、
どう思ったかみたいな言うといいかもしれないですね。ああ、そうですね。自分の、うん、そうするとなんかあこの人こういう幅だったなみたいなとか、まあ、当然リュウとか使ってないからその、なんかその行けたりする、すると思うんですよね。この人こういう部分弱い、弱いなとか、ね、弱いなってちょっと言いにくいかもしれないけど。これするとね、話し合いにならないという。リバードも最近はトリガー位置というらしいですね。おー、それ有利か。そう当たるかな。あ、当たった。ちゃんと人だから当たりそうだな。あお当たる、うん、そうっすね、まあはい、俺ってなんかありました、対戦してなんかこう思ったことみたいな。そうっすね、途中めちゃくちゃ飛びを待たれてそうだなモードを感じたなとかぐらいですかね、うん、そうっすね、今飛んだらめっちゃ落とされるんだろうなみたいなのを感じたなってぐらいで、密着の倒した後のとかはあんまり分かんなかったっすね、うん、なんかね、はい、あ、じゃあ俺が思ったことなんですけど、はい、遠いところ波動拳打つじゃないですか、あ、はい、あ、それはそうだなと思って、あとは多分射程内に入った時は技振るんだけど、はい、遠いところは技振る気があんまなさそうっていう感じで、多分技振る時もこういう風に振ってくるんだけど、はい、待ってる時に俺が寄った時は基本的にガードだったんですよ、はい、俺、ああ、そうですね、なので、攻めやすかったですね、うん、だからこうちょっとガードしてるじゃないですか、はいはい、でこうステップとかも超通りやすかったんですよ、はいはいはい、こういうところの こういうステップが、はいはいはい、なのでこの人に対しては、歩いて技振ったりステップすれば、うん、あのどん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 押せるなっていうような印象でしたね、うん、なるほどね、でそれに対して例えばこういう中距離でもっとそうやって適当に技を振ってると多分こっちもこうなるんですよ、なるほど、俺がこういう動きすごい多かったのが、はい、置き技がなかったから、あ、そのなってたんですよ、ね、これが多分安定感の話なんですよ、なるほど、そう、試合の中で当然置き技じゃ打ってもらったし、はい、置き技とか打つとそれはそれでリスクじゃないですか、はい、その相性がいい技打たれたりとか、はい、差し返されたりしちゃうんで、それはもう答えとして多分もうなんだろう、ウルプラとかだったら分かってると思うんですよ、大事なのはその相手がやってくる行動に対して、はい、あ、多分こういう方向性の人だなっていうので、うんうんうん、選択肢をこっちは変えることができるかっていうのがすごく安定感が、うんうんうん、で特にランク待って2回試合やったりするので、はい、そうですね、で1試合目でそれで負けても次にあ結構こういう感じだなって、うんうんうん、まあ、よくあるのが要するに相手がよく技を適当に置いてるのかとか、あ、はいはい、うん、どういう方向性で技を振ってるのかなみたいなのがこう理解できるといいのかなと思いました ね、 そ、 ね、それに対する答えがちゃんとあれば、うん、なら逆に言うとなんかこっちが受け身になったら、はい、結構攻めてくるのかなと思いましたね。あ、
そうですね、まあ、確かにね、なんかね、そう、技をね、こうガードさせるのはやっぱ偉いんで、なんかそこはちょっと意識 しすぎてるのかな。なるほどですね、自分からこう歩いてこうガードぐらい。そうそうそう、それはやってるんですよ、はいはいはい、例えば中継とかも、例えばここでは振らないんですけど、多分振るときに自分から言うと振るんですよ、今みたいな。で自分から寄ったら振ってくるんだなっていう。ああ、なるほどですね。だからこういうところはやっぱり技振らないから。ああ、はい、そうですね。だこういうところで、むしろこっちが先にこう起点が入っちゃってたんじゃないかなっていう。なるほどですね。うん、まあ、当然置いてくんだったら俺もう置き返すんであれなんですけど、そこはやっぱバランスよくやれると安定感につながるんで。なるほどですね。うん、ここら辺の結構考え方が大事なのかなっていう、はい、あ、うん、あ、確かにそうですよね。だからこう近いところでもっと波動拳打っちゃうとかも全然あれだと思う。ああ、なるほど。この辺でそう、あの、なんだろうな、リスクって、はい、その存在するじゃないですか、波動拳って、はいはい、飛び遅らっちゃうんで。そうですね、これも、はい、けど打ってこないって分かってるのもリスクですよね。やっぱ、寄、はい、りやすいしみたいな感じがあるんで。ああ、なるほどですね。本当いろんなこと。そうですよね。そう、綺麗すぎた。そうですね、まあ、なんか綺麗な感じはしましたね、はい、正直ね。なんかこう、はい、うん、なんかね、なんかあの、いいものと悪いものっていうようなのを結構持ってる人結構格ゲーって多くて。あ、はいはい、まあ、確かにそうですね。自分のそのなんですか、美学的な意味を、ね、こう、例えばこういう動き良くないよねとか、あ、はいはいはい、こう適当なの良くないよねとかあるんだけど、はいはいはい、それはそれでやっぱ超ノイズになるっていうのもあるんで。なるほどですね、うん、いろんなこう広く持ってくるってのが広く持ってくるの大事ですね。それこそ多分弾持ってるキャラに対して、はい、ルークとか例えば、はい、遠くで中継とか中盤とかめっちゃ振るんですよ、はい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 、そうすると弾落ちたくなるんだよ。うんうんうん、でそうすると飛びが通りやすくなる。俺がミカでよくやってるのが、はい、弾持ちに対して何もしないの超増やすんですよ、はい、でそうすると弾を打ちたくなるじゃないですか。そうですね。だから弾を打ってくれると飛びが通りやすくなるんで、あのフラットのところから飛ぶより何もしないところから飛んだ方が飛ぶ確率が上がるんですよ。その相手の打ってくる技が変わるんで。はい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 、はい、だからそういうようなの動きで混ぜれると結構相手にもこう巻き絵みたいな感じの。なるほどですね、動きができると結構いいのかなみたいなのは思います、ね、自分のしたい動きの、まあ、する前にその相手が通りやすい動きをまずさせるみたいなとかもありますね。ただまあなんか今は、はい、今それってちょっと上級な気がするんで、どうしたら今その相手が、はい、あ、こういう技、こういう攻撃を打って振る、はい、通常でもこれを技振ってくるとか、はい、なんか寄ってきた時は振るけど遠いところは振ってこないなとか、そういうのとか分かってくると結構変わるような気がしますよね。分かりました。ちょっと相手の、そうですね、リプレイとか見るのが一番いいですかね、そういうのは。ああ、どう学ぶのって、やっぱりランクまでいいと思いますよ。あのやっぱり、ね、1ラウンドで気づけるかどうかとか大事ですよね。あ、なるほどなるほど、うん、確かに。だからそこら辺は割とこう、はい、うん、大会とかやっぱ2先じゃないですか、はいはいはい、だからやっぱプロが安定してるのってすぐ気づけるからなんですよね、はい、あ、なるほど。1ラウンドで気づいてやろうぐらいの気持ちでやっぱやるんで。あ、なるほどですね、うん、まあ、ちょっとそういうのちょっと頑張ってもらいたいなと。ありがとうございます、はい、ありがとうございました、うん、あ、今奥さんありがとうございます。あ、すいません、これを自己嫌ボタン、お、ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。で、なんかあの、ありますか、キャラクターとか、なんかそういうやりたいこととか、あとし、なんか気になる質問点みたいな。あ、そうですね、投げ抜けについてちょっと。おー、いいっすね、このゲームの基本、基礎。その投げ抜けを、うん、してはいけないっていう人って。あ、ボンちゃんね。投げ抜けをするべきだっていう人、はい、なんか結構、いろんな配信とか。あ、わかりますよね。いて、で、ランクをやってて結構投げを押しちゃって死んだ試合もあるし、うん、そうですね、投げを押さなくて死んだ試合もあって、うん、そのどこで押してどこで押すべきじゃないのかみたいな。あ、なるほど、考え方ですよね。考え方をちょっと。キャラ何使ってます？あ、コーディ使ってます。あ、なるほど。これね、キャラによって結構違うんですよ。はい、例えばボンがよく、はい、あ、ボンなんかその配信とかでも、はい、配信とか、あの動画、投げ抜きをしない方がいいみたいな動画とか上げてたと思うんですけど、はい、ボン使ってるキャラ、立ち回りが結構強いキャラが多くて、はい、立ち回りが強いキャラは投げ抜けしなくてもいいんですよ、はい、要するに投げを食らって離れた時に、遠距離が強いから、だから別にその置き攻めの時はそのなんかその必要経費で食らってもいいやって思うんですけど、はい、立ち回りがきついキャラとかはやっぱ投げ抜けしないといけないんですよね、はい、なるほど。離れてきついだったら、はい、近距離の読み合いはやっぱちゃんとしないといけないんですよ。でそこはね、結構大事ですね。例えば、はい、
まあ多分近距離が例えば、きついんだけど相手が絶対自分より弱くて遠距離で勝てると思う相手だったら別に投げ抜きしなくていいんですよ。でそこ結構大事です。その立ち回りで勝てる相手に対しては投げ抜きはそんなにしなくてもいいんじゃないかなと俺は思ってます。なるほど。ただ立ち回りできついんだったら、はいはい、そこはじゃんけんとして読み合う必要があると思います。まずここがベースとしてあります、はいはい、じゃあ対戦じゃなくてじゃあちょっとあれでやりましょうか。その、その投げ抜きをした方がいいかどうかの、はい、その状況みたいな話を、はい、じゃあすると、まあ、よくあるのが投げをなんで投げを抜けないかって言ったら、はい、打撃の方が痛いから投げ抜けってしないじゃないですか、はい、けどその局面によっては全然そうじゃないところも実はあるんですよね。その投げが結構やばいところがあって、はい、それが何なのかというと、はい、まあ、よくあるのがじゃあちょっと投げりますね、はい、最初のところの局面は割とどうでもいいんですけど、はい、もうちょいかな。例えばこれ俺が CA があるとするじゃないですか、はい、でこれって今 CA 食らっても例えば知らないんですよ。なるほど、はい、でもし起き上が今、ダウンしました起き上がりましたっていう状況で、はい、今俺が置き攻めしますと、はい、でこの時に投げは抜けていいかどうか、質問とか投げ食らっても知らないか伏せてもいいんじゃないかなと思っちゃうんです。そうですよね、はい、けど打撃食らっても知らないんですよ。はい、そっか、はいはい、でそうよくあるのは そういう状況で、はい、投げ食らっても知らない打撃食らっても知らない、はい、けど投げ食らった後の状況を次打撃食らったら知るんですよ、はい、ってことは読み合いどうせ2回なんですよ、はい、だったら抜けた方がいいじゃんと思っちゃう。結構よくある、はい、その状況ってよくあるんですよ。投げ食らった後に打撃 CA で死ぬっていう局面なのに、はい、最初の投げをもう打撃食らったら痛いからっていう理由で投げ抜けしない人結構多いんですよ。けどどうせ読み合い2回なんですよね。投げ食らった後にどうせ次打撃立ち回りで食らって、はい、なんか CA まで食らって死ぬんで、はい、だったら俺も投げだけボーンと押して打撃食らって CA までやられたとしても次投げ食らったら死ぬって状況なんで、はい、読み合いの回数はあんま変わらないんですよね。あ、だからその体力がこっちがあります、はい、で打撃食らうと痛いですってなるんだけど、はい、結果的に読み合いの回数あんまり変わってないパターンって結構多くて、直で打撃食らって死ぬんだったら、はい、やっぱりちょっと押さない方がいいかなっていうのは基本の考え方なんですよ、はい、その例えば投げだったら死なないんだけど打撃だったら死ぬんだったら、はい、投げ抜けをしないのが、まあ、よくある考え方で、はい、ただ投げを食らった後に打撃食らうと死ぬ体力だったら投げ抜きは基本的に押しても俺は大丈夫だと思ってます。あ、読み合いの回数で考える。そう、読み合いの回数で考えると。なるほど。でしかもやっぱその投げもうめっちゃ多いですみんな、はい、なんかもう打撃食らいたくないんだろうなみたいな感じで。で上手いやつって結構投げ抜けとかするイメージないですか、はい、思ったより投げ抜けするなって思います、ね、あれは多分読み合いの回数変わらないから読み合ってるんですよ、はい、あ、なるほど、うん、そういったの。そう、しかもやっぱね予定調和でやっぱ投げてくるんで、はい、その結構ね これもねすごいね考え方としてむずいんですけど、はい、投げ抜けをするのとしないのどっちの方がトータルタフネス、ちょっと言い方が合ってるかどうかわからないですけど、はい、トータルタフネスが高いかっていうのがあって、はい、高いと思います。なるほど。1試合とか1ラウンドに見たときは、はい、確かに投げ抜けをしない方が安定感はあるのかもしれないですけど、はい、多分1万試合とかそういうので考えたときに、はい、こいつ常にここ投げ抜けする可能性があるなって思われた方が防御力が高いですね、はい、あ、なるほど。そうか、投げ抜けするかもしれないが打撃を襲うってなるからなんですよ。なるほど。そうするとトータル的にやっぱり防御率が上がるんで、はい、その被弾率が下がるんですよ。だから俺は死ぬけど押すよって相手には教えた方が間違いなくいいんですよ。なるほど。ただここ難しいのが、はいはい、ランク待って一期一会じゃないですか、はい、もう一生戦わないかもしれないですよ。そうですね。そいつにそういう教育しても意味ないじゃないですか、はい、なんですけど俺はトータル的に考えて押した方がいいかなと思ってます。やっぱりランクまであってもちゃんと押して、今ランクっていくつですか。とウルダイです。あ、まあ、ダイヤモンドとかあったら押していいんじゃないかなと思いますけどね。特にその、はい、打撃食らって死なないんだったら、はい、俺は押していいと思いますよ。なるほど、うん、
その打撃食らっちゃうと、うん、置き銭まで使うやだなっていう。そうですね。じゃあもう一回ちょっといいですか。そのね、投げを食らうリスクも例えばあって、はい、よく それもよくあるんですけど、多分ゲージが相手2本とかある、はい、投げをこう食らうじゃないですか、はい、じゃあ結構ゲージも増えちゃうじゃないですか。あー、なるほど。こうなってで、はい、結果的に投げ食らうと CA が溜まってリーサーになるとかもあるんですよ。あ、そのゲージが溜まって、ゲージが溜まっちゃうから。でそれもやっぱすごいリスクだなと思うし、はい、じゃあ投げ食らった後起き上がってください、はい、よくあるのがじゃこういうなるじゃないですか、はい、でこれいつかボタン押すじゃないですか、はい、これで押すればいいんですけど、どうせいつか読み合いでボタン押すじゃないですか、はい、じゃあ押していいんじゃないって思っちゃいます。その押さなくて済むだったら、はい、いいと思うんですよ、はい、けど実際は絶対に要求されるじゃないですか、どっかで。そうです、どっかで押さないと。そう、どっかで要求されるんですよ。どっかで投げ抜けをしないといけない、やっぱ瞬間っていうのが要求されちゃうので、はい、まあ、先週にやってもいいんじゃないかなっていうのもありますよね。ただまあいいカードですよね。その俺は最初にも押すし、はい、最後にも押すよっていうのはやっぱり、すごく相手にこう示す必要はやっぱあるなと思いますね。あとその、はい、じゃあ投げ抜けをしないっていうとするじゃないですか。でなんで投げ抜けをしないのかっていう考え方まで持つといいかもしれないです。なるほど。今って打撃が痛い、はい、投げは安いっていう考え方で、はい、投げを抜けないじゃないですか。そうです。それ以外にも投げ抜けをしない理由があるんです。はい。それが何なのか。投げ抜けをしない理由。そう。結構ね、投げ抜けを今肯定するような感じですよね。しないのを、はい、投げ抜けしないのを肯定する話なんですけど、はい、しない理由、知らない。そうですよね、知らないため以外に。そう、知らないため以外にあるんですよ。はい、なんだろう、投げを食らうんでしょう、ね、そう、投げを食らう投げを食らったじゃあ やりましょうか、はい、さっきの状況なんですけど、はい、これあるじゃないですか、はい、とこれってやっぱ状況が全然違くて、はい、投げを下った後次の投げっていうのは投げ抜きをする必要がないんですよ、はい、ボタンを押せば投げに勝てるんですよ、はい、なので投げ下った後起き上がり中攻撃とかで暴れてもらっていいですか、はい、これが明確に投げを下った方がいい利点なんですよ、はい、投げを下った後次はこのゲームって基本的に打撃を当てるか投げを当てるかでダメージを減らすゲームじゃないですか、はい、投げ下った後に次相手が投げでダメージを取りたいなって思うときは、はい、その投げに対して逆に痛いダメージ与えれるんです、はい、だから投げ下っていいんですよ。なるほど。例えば、相手の体力が中パンチ一発で死ぬ、中パンチからコンボで死ぬ体力するじゃないですか、はい、だったら投げ一発食らっちゃうんですよ。で次に中攻撃でバーンと暴れちゃうとか大攻撃でバーンと暴れると、はい、投げ歩き投げに対して勝てるんで。なるほど。その相手を倒すことができるんですよね。で、はい、打撃を食らうと投げが重なっちゃうんでその読みができないんですよ、はい、よくて引き分けに。引き分け、そうですね、まあ、いやてか単純にもう投げ重ねられたら無敵以外やることがないので、はいはい、そのただ投げを食らった後は、はい、その次の投げに対してやっぱ相手にその大ダメージを与えることができるっていうのが、はい、その投げ抜けをしない利点の一つなんですよね。あー、なるほど。だから俺結構投げ抜けしない理由は、はい、そっちの方向です。ここ で投げられて暴れが通ったら勝てるか。そうっていう。要するに体力めっちゃあります、はい、相手体力少ないです、はい、投げを食らいます、はい、そしたらどうせこいつ暴れないんだろうと思って投げてくるじゃないですか、はい、そこはむしろボタン押しちゃうみたいな。あー、なるほど。そこを打撃食らってからだと、打撃食らってから次投げ食らいますってなると、はい、その次の打撃食らったら死んじゃったりするパターンがあるんですよ、はい、なんでわざとこう持っとくんですよ、はい、で投げ食らってボタンを押すみたいな、はい、でそうすると、はい、これも読み合いの回数の話なんですけど、はい、投げ食らった後に打撃食らっても死なないんだったらボタン押していいんですよ、はい、投げ食らった後にもう一回次投げ食らって暴れると打撃食らって死ぬんだったらやっぱ良くないじゃないですか。読み合いの回数の問題なんですけど、そのさっき言ったその投げ抜けすると暴れるっていうのも結構まあ似てて、その読み合いの回数が変わらなかったら基本的にやっていいと俺は思ってます。その暴れも、はい、
だから安易にやっぱり投げ抜けをしないってやって、はい、こうそのだなんかダメージを食らうと本当に食らえなくなる技が増えちゃうんで、はい、そういう状況はやっぱ弱いんじゃないかなっていうふうに思います。なるほど、はい、だから俺押していいと思ってますで俺押してます。なるほど、めっちゃ押してます。もう大会とかでももう結構問答無用に押す、まあ、最近 CPT でそれでアキラの人に、はい、シミされまくって死んだんですけど、まあ、トータルタフネスだなと思ってやってます、はい、うん、あ、そうですね、なんかやっぱりその試合とか見ててもあれ思ったより投げ抜き押すなっていうそのあ、そうですよね。あとなんかね、時間とか見たときに、はい、投げ食らったらそれどうせ負けじゃないっていうの結構あるんですよね、実は。あー、なるほど。これは多分本当に上級のなるんですけど、はい、ここで投げ食らって待たれたらどうせ勝てなくないってあるんですよ、はい、実質的にこれ最後の読み合いだなってあるんですよ。KO までは遠いんだけど、はい、ゲージとか時間とかその例えば状況とかでこれもうこれ以上体力差つくと下がられた時にもう無理だなみたいながあったりするんですよ、はい、なので、はい、もう投げ抜けるんですよね。なるほど。そこら辺は またさらにちょっと難しい話にはなるんですけど、はい、ただ投げ、そうですね、投げを抜けをしないときは、はい、結構暴れるのを意識するといいかもしれないです。なるほど、うん、それで結構変わってくるかもしれないです、はい、ちょっと頑張ってみてください。 ありがとうございます。はい、そうですね、はい、じゃあこれをちょっと自己弦ボタン、これちょっとプレゼント、あ、はい、ありがとうございます。参加してくれたらちょっとつけれないと思って、はい、一応家に開け込む、一応ぜひちょっと、はい、お願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。投げ抜きは結構みんな上級者は割と入れるっすね、うん、ありがとうございました。投げ抜きはねやっぱね入れた方がね読み合いの回数が大事なんですよ。あとやっぱりどっかで押さないといけないんですよ。その投げ抜けをしないで打撃食らわないようにするのって簡単じゃないですか。けどじゃあ相手がずっと歩いて投げてきたらどうすんのっていう。どっかでボタン押すでしょ、うん、ここ投げ捨てます。そのね、ここ投げ捨てますっていうのがね結構ね大雑把なんですよね。体力リードしてるからあここは捨てようみたいな、まあ、あとだから遠距離が強いキャラとかだったら投げ抜けを捨てるの結構ありなんですよね。実際早投げ抜けは選択肢として超ありますよ。早抜け超強いんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうみんな言ってます、持ってかれるっつって。プラチナでになったところで、はい、了解です。ありがとうございます。プラチナの人とか結構います？いやー多分あんまりいらっしゃらないです、ね、割とやっぱランク高いですか、みんなダイヤ以上みたいな。なんで調子に乗ってボコボコにされに行ってる。あー別に、そうなんですよね。まだね前は本当にいろんなランクの人いたんですよ、はい、本当に初心者の人とか中級者も多かったんですけど、やっぱちょっとコロナでまたちょっと人が離れてるので、また増えてくれたらいいなと思うんですね。そうすると本当に楽しいと思うんで。じゃあなんかキャラとかどうしましょう。自分キャミーを使ってるんですけども、はい、ちょっとベガにすごく困ってます。ああなるほど。どういうことをやっていいのか、なんかこう有利みたいな話を聞くんですけど、これ確かになんかドグロはすげえうまいんですけど、基本はやっぱ嫌だと思いますね。そのベガ側は、はい、でちょっと体験してみましょうか。お願いします。これも確かに明確になんかちょっと言える部分もあるかもしれないですね、うん、まあ、うちのアキラさんもねキャミー使って、そうだいぶキャラがちょっと弱くなった、結構弱くなったっていう。
受ける。なるほど。じゃあちょっとなんで、はい、そのベガが嫌か、はい、その説明をじゃあしましょう。します。これもね、まあ、さっきちょっと言ってたんですけど、その上から行く利点っていうのは何なのか。じゃあちょっとやってみて、あのボタン押してもらっていいですか。その上から行く利点みたいな。ああ、すごい。ゲーセンあるある。地上から行くのと上から行くので、はい、結構明確に違う部分があるんですよ。多分しゃがみ中継ちょっと連打してもらっていいですか。例えば こういうのが分かりやすいんですけど、地面の読み合いを負けるとダメージが痛いです。今みたいにその大パンと食らうんで。じゃあちょっと飛んでもらっていいですか。でジャンプの読み合いは負けた時にしゃがみ大パンで終わるんで、まだまあチューチューもあるんですけど、まあ、結構難しいからその安く済むんですよ、はい。なのでその空中の方が安く済みやすいです。地面から行くと結構痛いダメージを食らう可能性があります。なので、ね、基本的に読み負けた時に、空中 と、地上で地上の方が2倍ぐらいダメージ高いと思うと結構いいかもしれないです。なのでそのトータルタフネスでいうとあのジャンプで寄った方がいいです。例えば地上から行くと読み合いが多分7回とかしかできないのに、空中から行くと読み合いが10回できるみたいなようなイメージなんですよ。なのでベガはやっぱ対空とかも難しい方なので、もっと上から行くといいと思いますね。で逆に地上超強いんですよ、このキャラって。地上すごい強いんで、地上でダメージ食らうのちょっともったいないんですよね。例えばこれでダメージ食らうのと、ジャンプしてもらっていいですか、これでダメージ食らうのって同じダメージじゃないですか。けど質が全然違うんですよ。上は読み合いなんですよ。ジャンプした瞬間に読み合いが発生してるんですよね。こうストライクとかあったり、普通の飛びがあったりとか、まあ、EX あるし、あの孫キックとかあったりして、結構対応がジャンプした瞬間に読み合いが発生するんですよ。それってやっぱすごい価値があって、けどやっぱ地面で食らう、こうビシビシとかはちょっとやっぱもったいないんですよね。そのめちゃめちゃ飛んだ結果、はい、そのもうこの上ガン見するでしょみたいな感じで地上で技を振りに行くのありなだと思うんですけど、今対戦した感じやっぱちょっとね、その上からの攻めが少なかったのかなっていう風には感じましたね。なんかもっとね頭おかしくなるぐらい飛んでも問題ないとは思います。でキャミーがその苦手な相手っていうのはそれができないキャラに対してやっぱ嫌なんですよ。まあ、昇竜拳とか問答名で落とされちゃうキャラとかはその地上から行かないといけなくて、で地上から行くとやっぱ体力少ないの で地上のコンボってやっぱ痛いじゃないですか。こういうコンボでは食らうとやっぱ痛いんで、そのちょっと弱みになっちゃうのかなとは思いますね、うん。そうじゃないキャラに対しては、あとあのベカって足が遅いんですよ。ただあの低空ストライクはすごく機能しやすいです。なので低空ストライクもっと打ってもいいのかなと思いますね。あのカリンとかその足が速いキャラに結構キャミが苦手な理由は、そのストライクが使いにくいっていうのがやっぱりその要素なのかなと思いますね、うん。めちゃめちゃ勉強になります、ありがとうございます。なんで、うん、昇竜拳持ってないキャラでそのあだから結構あるのは、例えばこういう体力が少ない状況ってあるじゃないですか。こういうところは絶対上から行った方がいいです。例えばこれ地面で大パン食らったら死んじゃうんですよ。けど対空されても死なないじゃないですか。だから一回対空落とされて体力大パンで分減るじゃないですか。で次も地上で食らうと死んじゃうじゃないですか。だから前ジャンプした方がいいですよ。そうすると対空されてもまだ死なないじゃないですか。で体力がなくなった時に、はい、あの下から行くのってありますよ。
ジャンプってのはそのダメージが安く済むって思うといいです。例えば相手が CA 持ってます、で地上からダメージ食らうと、C、コンボで CA 交えると半分ぐらい減っちゃったりするじゃないですか。ってことは体力半分の時に地面から行くのもったいないんです。その効率よく負けちゃうんで、なのでジャンプでバンバン行って落とされて体力がなんか2割とかなった時に下から行くんですよ。っとでそれで CA 食らう分には問題ないんですよ。その体力がいっぱいある状態でその CA 食らうともったいなくて、体力少ない状態で CA 食らうのはむしろお得なんですよね。でキャミンはやっぱ自分から突っ込むキャラクターなので、そういうようになんかこうできるといいのかもしれないですね、みたいな感じですよ。ありがとうございます。ジャンプは安く済むっていうような考え方がいいのかなと、うん、ありがとうございます、うん、じゃあ頑張ってみてください、はい、ありがとうございます、はい、これもちょっとあ上限ボタン、はい、ありがとうございます。記念品でございます。じゃあ俺が使うキャラは何がいい？正直これっていうのはない、ね、なんかあんまこれだと嫌だなみたいなのもない。確かにバイソン結構いいキャラですよね、そこら辺はね。そうっすミカ、あ、大丈夫っす、うん、じゃあちょっと対戦してみましょう。ランクとかっていくつぐらい？グラマスの。お、グラマスを。ちょっと今アルマス行く途中あたりです。なんかね、オーラを感じましたよ。う逆にどこが悪いのかみたいな、結構ムラが出てくるところだと思うんだよ。基本はな全部できるだろうから。音が聞こえていかないか分かんなかった。全然ボタン押せなかった。ああなるほど、なんか動きたく ないだろうなみたいな感じで。まあそうですよね。あけどね、この1試合だけで感じたのは、はい、やっぱ投げ捨てをめっちゃしてるなっていうのを感じた。ああそうですね。さっきもなんかね、あの人も来た時に、はい、投げ抜けのこう割合の話みたいなした方がいいのかどうか
みたいのがあったんですけど、俺はね、やっぱね、その投げ抜けとか、はい、投げを食らわない選択肢みたいなのはもっと意識していいのかなと思いましたね。例えば、投げってあるじゃないですか、はい、投げ抜けしなくてもいいですけど、はい、投げを避けれる選択肢って投げ抜け以外にもバック捨てとかバックジャンプとか避けれるじゃないですか、まあ、そうですね、そういうのはね、やっぱもっと使っていいかなっていう。なんかあまりにも打撃を食らいたくないような選択肢が多いのかなと思って、その打撃と投げってやっぱ打撃の方がその痛いじゃないですか。だから投げって食らいたくないなっていうのがあると思うんだけど、そうですね、さっきね、こうなんでこんな投げ抜けしないのかなと思ったのの一つとして、ここでも投げ抜けしなかったの、はい、この局面で。この局面ってこれでこういうのをさっきあったんだよね、はい、で後ろ投げ食らうとやっぱこう画面端に行っちゃう時とかはやっぱり読み合ってもいいんじゃないのかなっていう。それ基本的に読み合ってないのに、かつ投げ食らったら打撃よりこれ多分打撃よりやばい、はい、この状況って。あ、そうですよね、うん、そういう時もやっぱ投げ抜けしてないっていうのは多分相当投げ抜けしない人なんだなっていうふうに思ったんで、はい、うん、やっぱそのなんだろうな、実力差がすごくあるんだったら投げ抜けしないっていうのは多分ありだと思うんだけど、例えばこうピーチ当てました、でこの後に投げ食らいますってやると、なんか打撃食らった瞬間にプラス120とか130食らっちゃってるってことじゃないですか。そうですね、それはね多分ね相当マイナスなんですよね。あ、はい、うん、その拮抗してるんだったらやっぱそこの部分、例えば自分がさ同キャラするじゃないですか、はい、毎回なんか EX ストレートとか食らった後にもう一回投げ食らっちゃうみたいなだと、はい、やっぱりね、その差で結構負けちゃうと思うんで、はい、もうちょい読み合った方がいいかなという。まあ、ミカに関しては別に投げ抜けしなくてもいいんですけど、はい、バック捨てとかしていいんじゃないかなと思う。特にやっぱこのキャラバック捨て強いんで、うん、うん、それだけで結構変わるのかな。でもポイント自体は多分相当増えてる。まあ、4万5千とか。ああ、じゃあ上がって1万増えたみたいな。上がってるけどなんか、なんだろう、100減らして120増やしてるみたいな、なんかもうホイホイ上がってるわけではない。うん、もう俺やっぱ投げ捨て投げ読み合い、はい、した方が、だってプケとかも死ぬほど抜けるでしょ。まあそうですね、だからね、うん、全然抜けちゃっていいんじゃないかな。やっぱ投げ食らうとゲージ増えるし、ゲージ増えると CA 打たれちゃうし、はい、結果的になんかその体力リード取ってます、投げ捨てします、投げ食らいます、 CA ゲージ溜まります、立ち回りで CA 使って死にますみたいなのもすごく多いから、うん、やっぱそこら辺は読み合ってもいいのかなというのは個人的にはちょっと思っちゃうかな、 今対戦した感じは、はい、ここは何かあります、なんか ここちょっと悩んでるなっていう。あ、なんだろう、多分すごいむずいんですけど、うん、その垂直と、うん、弾とマイステを同時に見るのができなくて、あー、なるほど、取れ物仕方、うん、悪いんじゃないかなって思ってて、うん、その最初は垂直の後に垂直とマイステと弾っていうのでやってたんですけど、うん、なんか垂直の後に何かするのを見てるだけだなと思って、うん、リアル機と、まあ、垂直と弾とマイステっていうのに変えてみたんですけど、うん、なんかそれはそれで良くないのかなっていう。あー、なるほど、あのできないんですよね。そう、それはね多分ね大事だと思う。あ、大事なのって、はい、自分が何ができるのかっていう認識するのが大事なんですよ、はい、例えば垂直と前捨てを止めることはできるとか、はい、弾抜けと垂直を見ることはできるみたいなのが大事で、はい、確かに練習するとそれが3つとか4つになったりはすると思うんですけど、はい、今多分やることっていうのは自分の中でどこまではその反応としてできるかっていう認識を持つことが大事ですよね。で今言ってることって3つやりたいみたいな感じだと思うんだけど、まずはその一つしかできなくても俺はいいと思う。一つちゃんとできるかどうかっていうのが大事だから、できる一つを実践で絶対にやる、うん、そのだってステップ取ってもやっぱキャラによって違うし、ジャンプとかも、まあ、そうですね、うん、どのキャラでやるのかでも全然違うから、だからそもそもステップ見れないキャラとかね、そのいるいるから、まあね、ユリアンとか、うん、まあ、バイソンも多分そう相当見にくいよね。あ、けどなんか分かんないけど、ちょっと、それ教えてもらっていいですか。ちょっとこれさ、単純にこう下グリグリしたらさ、いけんじゃないの？ V スキルって、あ、
ダスト貯めるじゃないですか、うん、そのダスト貯めてるときにスマッシュをやるじゃないですか。スマッシュをその前までやってしまうとグラウンドになるっていう、うん、ちょっとその難しいんですけど、ストレートを打たなきゃいいんじゃないですか。あ、まあそれはそうなんですけど、今のって3つじゃなくて4つになっちゃって。あ、そっか。でストレートを貯めながらやるってことだよね。まあそうですね。玉抜けって V スキル1ってことですよね。はい。一応このゲームのシステムとして下グリグリしながら、V シフトを打つと、あ、 V シフトじゃなくて、V スキル打つとスキルが出るから、はい、下グリグリしながら、相手がステップだったら、はい、コパン打てばいいんじゃない。あ、なるほど。そうするとスマッシュじゃなくてコパンが出るから、で飛んでたら切りを押せばスマッシュが出る。あ、じゃあそもそも後ろ亀自体をやらないってことですか。あ、とかでやってみると変わるかもしれないですね。分かんない。その下グリグリして、下グリグリしてると相手からするとストレートまず打ってくるかもしれないから分かんないし、はい、うん、で下グリグリしながら、はい、中盤と中継同乗しだったら V スキルになるんで、それで球抜けできるじゃないですか、はい、そうするとその垂直を見てからスマッシュって多分超きついじゃないですか。それコマンドを作るのってすごい難しいんだけど、まあ、きついですね。それをそうしちゃうみたいな。ああ、なるほど。でもグリグリしながら待つ、待つとかでやって、それと工夫の話なんですけど、それでやってみるともしかしたらいけるところはあるかもしれない。なるほど。まあけどそれはそれでね、ノーガードでこう待つんでまあなんか、あ、まあ突進キャラにはやらないようにやんない、うん、うん、まあ突進キャラ、玉持ちなんか突進してくるキャラがあんまりいないから、そもそも、まあそうそう、まあ、ユリアンとか、ね、ユリアンぐらいなんで、うん、うん、もしかしたらそういうので変わるかもしれないです、ね、だから投げとかも普通さ、弱パン弱系でこう打つじゃなくて、こう打ったりするのもあるんだよ。こうする、中盤で押すとこう結構ね、こうやっぱ中盤にするみたいなに変えたりもあるんで、それ優先度の問題で中攻撃になりません。いや投げになる、投げ一番偉いから。なるほど。投げ最強に偉い。必殺技とかも多分投げになる。まあでもそれだけ押さなければ何て言うんです。あ、そう、うん、なのかな、うん、けど、まあ、やろうとしてのむずいもんね。いやけどなんかね、3つ見るの超むずいよこのゲーム。あー、まあ なんだろう、3つ見るっていうか、その、あ、僕さ、ハモ君知り合いなんですけど、うん、その練習方法としてその3つ同時に見るっていうよりは、玉抜け見ながら別の選択肢だった時に、うん、なんか勝手にその手癖で選べるようなみたいな練習らしくて、ちょっと彼が天才すぎて僕言ってることよく分かんなかった。あ、サドも結構俺もやってたよ対戦してたけど、まあ、うん、リグで、うん、そう、うん、あ、その辺できるようにならないと、多分そのスキル2の方がいい玉キャラとかでスキル2出せないっていうのもあるんじゃないかなみたいな、うん、あとね、やっぱね、はい、上を目指すなら受けさせた方がいいっすね。今の話って受けじゃないですか、はい、受けってやっぱね結構むずいんですよ。あ、自分が攻めた方がいいっていう。ね、基本は受けさせた方が絶対安定感が出る。なるほど。受けるって相手のいいところを全部出すって感じ、出さすって感じ、はい、だから要するになんかね、ミカと例えばバーディーってキャラが俺いるじゃん、はい、でバーディーの方が安定感がありそうで、ミカの方が不安定そうに見える、はい、と思うんですけど、俺はミカの方が安定すると思ってて、はい、理由はバーディーは受けキャラだから、はい、相手の攻めのを全部受けないといけない。それを受けれると勝てる。だ、封殺は確かにするんだけど、基本的に例えば相手 その何だろう、こう練習してきたものを全てフルで食らわないといけないんで、あ、それってやっぱね、きついんだ。で、はい、ミカって相手関係ないのよ、はい、攻めちゃえば終わるから。なるほど。相手のなんか弱点とかをつけばもう終わるん で変な話、キャラ隊とかもいらないんだよ、はい、攻めてるときは別にキャラ隊なくても、相手が、あ、ここ多分爆成してくるなと思ったりとか、あ、こいつ固まってるなとか思ったら、それ当てれば終わるから、簡単なのは基本的にはやっぱ攻めての方が絶対に簡単だし安定する、はい、うん、受けはね、やっぱね、うん、あとね、フルに相手の体力を使ったりされちゃう。あ、その相手が取ってくる選択肢って、はい、これ食らっても死なないじゃんっていう選択肢を打ってくるの。まあ、そうで待ってるとそれになりやすいから、結果的に相手がフルに体力使えちゃったりするんだよね。でそういうのも込みで受けっていうのはちょっと難しかったりするんだよね。なるほど。自分から攻めると、いや、これ死ぬのみたいな選択肢を自分からチョイスできるから、はい、その良かったりするんだよね、うん、
まあ、ただその単波貯めるために待つとか、まあ、プゲとかよくやるじゃん。あ、まあそうっす、単波貯めるために待つみたいな、そういうのはまたやれるとねいいのかなと思うんだけど。なるほど、うん、まあ、まあちょっとそこら辺難しいと思うんだけど、ちょっと、あ、まあでもちょっと結構新しいもの見えたんで、練習の仕方考えて、まあ、そうだね、ここまで来るとねもう大変だからね、なんか大変ですね、うん、もう本当になんか強くなったら嬉しいなって思いながら毎日やる感じよね。俺とかもそうだもん、なんか大体いつも毎日強くならないから、なんかどうやって強くなるのかなみたいな感じで考えながら、僕とかは割とその真似して上手くなる人も結構、ね、いるしね、ササモがいたりとかね、まあ、それもありますし、うん、新キャラとか絶対やらないんで、うん、まあ、その辺やっぱフードさんとかやっぱ上がすごい限られてくるから難しいですね。まあそうだね、まあそういうのもだからなんか理屈とか結構考えてやってるかなみたいな感じなんで、まあそういう感じで、またじゃあちょっとお願いします。ありがとうございます。じゃあちょっとこの自己弁ボタンを作ってる作ったで、ちょっとぜひ。ありがとうございます。じゃあ今日はそんな感じですかね、うん、じゃあまた、はい、来週大会ぜひ見ていただければなと思います、はい、それでは自己弁お疲れ様です。またまたです。お疲れ様です。